皆さん、長崎真由子です。この度は仕事もプライベートも好転させる話し方研究所へご加入いただきまして誠にありがとうございます。このコミュニティでは普段仕事で人前で話す機会が多いけれども、なかなか伝わってないんじゃないかと不安な方だったり、もっと自信を持って伝えられるようになりたいでしたり、そもそも自信がなくてなんとか自信を持って暮らしていきたいんだという方や、一流のコミュニケーション術を身につけたいという方、経営者の方や管理職などの方にもご好評いただいているプログラムをご提供したいなと思っています。また自称コミュ障の方でしたりとか、好感を持ってもらって、恋人を探したり、また婚活で成功したいという方にも、ぜひ私が伴走させていただければなと思っています。一緒に人生を楽しみましょう。このコミュニティで行うことは、まず週一度のライブ配信を行います。そこではたくさんコメントなどもいただいて、ここでしかライブ配信はしませんので、一緒にいろんなことを相談していけたらなと思っています。くばらにいろんなことを聞いていただければなと思います。また週に一度動画を配信します。オンラインサロンに加入している間はいつでも見られますので、見返していただいて、ご自身のこうステップアップにつなげていただきたいなと思っています。さらに週に一度メルマガを配信させていただきます。もう読むだけで刺激を受ける話し方をこうちょっと気をつけられるっていうものなんですけれども、そういうのも私のこう日常なども一緒に綴っていきながらメルマガ配信したいなと思っています。お得な個人レッスンなどもこの中ではご提供していきたいなと思っていますので、楽しみにしておいてください。さらにオフラインでは、オフ会を2ヶ月に一度行って、皆さんで勉強会だったり交流会をしたいなっていうことと、またうちの私は会社を経営してまして、女子アナが全国100名ほど在住しているんですが、その方々にもご協力いただいて、会話などの、あと話し方の練習会などもリアルで行っていければなと思っています。楽しみにしておいてください。ではなぜ私がこのオンラインサロンを始めようかなと思ったかと言いますと、そもそも話し方プログラムは弊社でたくさんいろいろな形を変えてですね、存在しました。で、私も、子どもさんにだったり親御さんに、先生向けに、自治体の方に、あとはご年配の方ですと60代70代の方なども個人レッスンなどをしていました。企業研修なども行い、多くの方に一遍伝えるということを行っていたんですけれども、そもそも話し方って1回でも授業で変わるものではなくって、最低でも 2,3 ヶ月かかるんですね。マジか。なのでやはり授業料もそれなりにかかってきてしまうものなんですけれども、時間をかけてやるならば、なるべく安価な金額で、そして皆さんが何度でも見返せるコンテンツを使って、そして気軽にライブ配信などで、聞ける、そういう環境を作りたかったからなんですね。なので、基本的には個人向けに、皆さんのお一人お一人に向き合いながら伴走していければなと思っています。私がなぜこのオンラインサロンを始めようかなと思ったかといいますとですね、もう一つの理由があります。それは私自身がもう喋り方に自信もなく、すごく早口で喋ってしまうし、かといえばもう何話していいか分からず赤面症になっちゃって、もうギャーってこう混乱しちゃう人だったんですけれども、そんな私がなぜか血迷ったのか、アナウンサーになろうという決意をして、実際にアナウンサーになった時に、最初のうちは何もできなかったです。こんな私なので、オンエア中ももう毎日顔真っ赤ですし、頭の中がぐちゃぐちゃになっちゃって、何を話していいか分からない、アナウンサーなんて早くやめなきゃいけないな、私には向いてないなと思っていたんですが、新人の頃から毎日毎日練習してきたことが積み重なって、半年後には自分の話し方があれ変わったなって思う瞬間があったんです。で、変わってからはアナウンサーのお仕事ももちろん楽しくなりますし、仕事だけではなくて、プライベートもいろんな方と仲良くなりたい、いろんな方と話したい、お話を聞きたい、やり取りがしたい、そう思うようになって、いろんなコミュニティに入ったりとか、いろんな年齢のお友達が増えたりとかしました。それで、あ、人生がワンランクツーランク上がったと思ったんですよ。その時に、あ、この喜びって誰かと分かっちゃいたいなってずっと思っていたんですが、東京でフリーアナウンサーとして、そしてタレントとして働いている時に、いろいろなアナウンサーの同期と出会いますよね。で、お友達になってその話をすると、
え、私もだよ、やっぱ喋り方違うと全然人生変わるよねっていう話があちこちで、そういう話になりました。あれ、やっぱり話し方っていうのはこの人生を生きていく上で肝なんだな。これさえ変われば自分に自信も持てるし、そしていろんなコミュニティが広がったりとか、本当に人生が楽しめるんだなって思ったんです。だから私はこの話し方コミュニティをぜひいろんな人に参加していただいて、私自身ももちろんアップデートしていきたいですし、皆さんにどうか人生を楽しんでほしい。それがネックになっているのが話し方だったとしたら、それを克服して差し上げて、そしてさらに好きになっていてほしい、自分も他人も好きになっていてほしいと思いました。私がこれから提供していくプログラムはですね、私だけの意見ではなく、私が培ったものもあります。でも弊社には100名アナウンサーがいてですね、その意見だったり、経験を集約したプログラムになります。さらにそのアナウンサーたち100名の意見だけではなく、アカデミックなところで東京理科大学の先生にもご協力いただいて監修してもらった部分もあります。なので、どうぞ安心して信じてついてきてもらえればなと思いますし、もしも私よりもやはり人生経験が豊富で、こういう時はこうした方がいいよっていうご意見などもあるかもしれないので、そういう時はぜひ私も勉強させていただきたいので、ご意見をいただき一緒にアップデートしていければなと思っています。そんな双方向のコミュニティにしたかったので、研究所という名前にしました。話し方って実は1回授業を受けただけ、なんか何回か受けただけでは全く変わりません。毎日毎日コツコツ続けることを決めて、そしてそれをずっと息長くやっていくと、あれ私変わったって感じる習慣が1ヶ月3ヶ月半年くらいのスパンでちょっとずつやっぱあるんです。それで皆さん絶対絶対自信を持って話せるようになると思いますので、安心してください。時間がかかる、話し方を変えるにはやっぱ時間がかかったりするので、そういう意味で授業料なども毎回やっぱり高額になってきてたんですね。でもこのコミュニティでは金額も抑えてます。さらに初期登録特典として、現在この動画を見てくださっている方はすごく安価にご参加いただけているのかなと思います。実は私の1回の個人レッスンを受けるためには1万円以上しちゃいます。なんですが、このコミュニティではたった1万円以下のお値段で毎日、毎週私とお話ができて相談もできると思うので、かなりお得だと思っています。なのでぜひいろんな方々と交流して、そしてみんなで仲良く、そしてみんなでアップデートしていきたいなと思っていますので、ぜひ周りの方にも、もし入ってよかったなと思う瞬間が来たらご紹介してあげてください。よろしくお願いします。